ゲーム動画が任天堂に訴えられないために守るべきこと。ゲーム動画を撮影して YouTube とかに投稿するのは原則としてゲーム会社の著作権を侵害する違法行為。しかし2018年11月29日、任天堂はガイドラインを発表。ゲーム実況動画やゲーム紹介動画はガイドラインを守れば、任天堂は著作権侵害だと言わないという。つまりガイドラインを守れば自由。その内容、営利を目的としない場合に限り投稿できる。つまりゲーム実況とかでお金が発生するのはダメ。じゃあ YouTube は全部ダメじゃんって思うでしょ。例外がある。ここに書いてる YouTube やニコニコチャンネルは収益化 OK。さらに任天堂は投稿者の創作性やコメントが含まれた動画や静止画を期待しているとのこと。つまりオリジナリティ出せってこと。ゲーム画面をただ単に映した動画は遠慮してだって。このガイドラインは個人がゲーム実況とかやるときの話で、会社とか法人はここにリストされてる会社以外は勝手に投稿したら著作権侵害になる。みんなガイドライン守ってね。ガイドラインに従わない投稿には法的措置を講じる権利を保持していますって任天堂法務部が言ってるからね。